渋谷区立旗大小学校は、東京都渋谷区八代一丁目にある公立、小学校。八代一丁目の住宅地に所在する。学校は、京王新線と都営地下鉄新宿線の八代駅の西方向に、ほど近く位置し、八代駅南口から西に進むと、学校の校庭と校舎が目に入る。南、東、西側の三方は行動に面した。 住宅街で、正門は南側に通用門は北側にある。旗大小学校は、渋谷区内の小学校でも3番目に歴史が古く、1882年、代々木村旗ヶ谷村連合村立旗、大小学校として設立された。創設期の水上中蔵は忘れられない存在で、水上中蔵没後の1912年渋谷区旗ヶ谷一丁目にある、寺境内に、 水上中造追母費が混流された。戦後の学生改革によって東京都渋谷区旗大小学校に公明変更した。2000年に地方自治法改正により東京都の冠を取り渋谷区立旗大小学校と公明変更した。旗大の由来は1889年に代々木と旗ヶ谷の二つの村が合併して代々旗村ができ、 人口が少ない旗ヶ谷には人口が多い泳ぎに対して何かと不満があった。揉めることもあり、泳ぎの住人の県内さんという人が抜き身の槍を持ち馬に乗って旗ヶ谷に押しかけたなどの話もあった。結局、住人たちの話し合いで村の名前では泳ぎの地名を先にして代々旗としたが、小学校の名前では旗ヶ谷を先にして旗台にした。 ありがとうございます。